高知県宿毛から海上12キロ、冬なお暖かいここは沖ノ島というわびしい漁村です。岩肌にこぼれた一握りの土にも作物が作られ、主食になるキビや麦が唯一の産物になっています。その昔平家の落人が住み着いたと伝えられ、ここで生きねばならぬという遠い祖先の諦めが今もなお別の姿で宿っています。元気に登校した子どもたちは年賀状の書き初めで3学期を迎えました。少しでも暮らしを助けたいという先生の心遣いで、はがきやポストが作られ、年賀状の交換にどの顔も喜びに輝いています。資料に乏しいこの学校では、教室の天井にまで政治の仕組みが図解で示され、嫌でも自然に覚え込む仕組みになっています。こうして先生の発案により、教室は隅々まで活用され、教材に乏しい僻地の教育を補っているのです。どこからどこまで無駄のない離れ島の生活でした。